さんもそうだけど、憎めないよね。ね、で他の配信者やっぱちょっと俺は特にか知らんけど、やっぱ偉そうなんじゃない？なんかムカつくんじゃない？でしょ？俺もムカつかせようと思ってやってないけど、可愛げないんじゃない？ね。またね。髪の毛、ちょっとあんま変わってない。一番2000円も使ったのに。でもこれ伸びてくるといい感じになるんじゃない？あと1ヶ月ぐらいしたら。でもいい心構えじゃない？あの24日にね、24日前に美容院行ってちゃんとするっていうのは、あの変わってなくても行ったっていうだけでなんか気持ちよかったりするじゃん。でも正月前になったらみんなも家掃除したり車掃除したりしてさ、ね、やるじゃん。それと一緒よ。みんなも早めにやっとかないと、もうおやす店も休むでな。明日行くの？言っといた方がいいで、早めに。ねえ、お帰りが誤爆するわけないでしょう。もう嘘やめてね。なんなのその嘘は。いい加減にさせてって、そんなことしないだろう。やばいな、ちょっといらんこと言ったから目つけられてるな、お帰りがな。嘘はとだろう。完全にお帰りが目つけられてる。困ったね。おかゆりね。かわいそう。ちょっとブロック入れてこう。焼き餅が、なんで私は抱いてくれないのみたいな嫉妬。おかえりちゃんだけ01とエッチしてってこと。もう2ヶ月ぐらい前だよ。だからマジで前と別れて、あのタイミングでおかえりとやっても完全に吹っ切れたね。やっぱ違うマンコ行くとやっぱ吹っ切れるよね。だからなんかお帰りのおかげだよ、みんな。吹っ切れれたの。みんな感謝でしょ。そんなもん、そんなもんだよ。だからそれぐらいからもう女配信者は嫌だってなってるよね。でリスナーにするっつってるでしょ。またとぼけるのか。痛い痛い川根宿。何バツさん、何が言いたいの君。バツさん
何にとぼけるのかって、何あれなんかいいねよ、なんかあるならね。嫉妬？バツさんも抱かれたいの？もしかして、うん、笑ってるよ、怖っ。しかもユマルと仲いいらしいで、うん、ユマルと仲いいらしいで、うん、怖いわな、うん、うん、パロレスね。でも今日俺にナイスくれた。おかしいね、寂しい。うん、今から行くか、バツんとこ、うん、お前んとこ行くか今から、うん、で元政治リスナー でメタル社長が離れた時にメタル社長についてったんだよ、うん、メタル派なんだよねメタル社長についてった女だよね、うん、でも俺はね結構好きなんだよ、自分の芯があるよね、うん、芯がでコロ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 ね、でウイタンと別れて結構戻ったんだけど、それでも戻らなかったね、うん、女だよ女世の中に、まあパルリスだよね、うん、でももうパチンコも飽きたんじゃない、毎日パチンコも、ね、パチンコ見るのも、うん、なぜなら女だから女だからだよ、うん、ふわっちやる気ないもんね。でもふわっちやった方がいいと思うけどね、うん、なぜならお金稼げるから。でもすごいよね、やっぱ天才だよね。パチンコで生活してるじゃん、ホテルとかで。ツイキャスで飛んだアイテムは貯金だから、しかも引き出せないでしょあれ、1ヶ月後だから。だから多分50万ぐらい貯まってると思うよ、貯金がね、うん、すごいで、あれ普通にできないで。パチプロだよ、パチプロできる、プラスだよ、養分多分赤字でしょ。パルは最近見たらプラス15万とか、一時期25万とか言ってたで。この方がいいかも、それはいいよ、うん、だから東京帰ってきちゃダメ、うん、東京で歌舞伎町で生活しちゃダメ。つかさ、今ふと思ったけど、質屋に預けてる財布って終わったもん。12月じゃなかったっけ？あれどうなったの？終わり？切れた？忘れてないあの人、うん、確認しに行く、うん、
まだ猶予ある。まあいいけどね、質屋行くかな。商品で飾ってあったらどうしよう、買い取ろうかな俺、うん、ね、あげようかな、買い取って、ちょっと店頭に飾ってある可能性あるで、うん、あ、取りに行くって言ってた、うん、じゃあ大丈夫か、うん、まあ、期限大丈夫なんじゃない、うん、まあまあでもそれ負担にしてほしくないからもういいけどね、うん、それ負担になっちゃうとな、今大事な時期だよな、そんな髪型おかしいかな、なんかもう結構あんまりかかってないなこれ、あ、なんか全然ストッパーなってない気がする、この辺チリチリしてない、あ、ありがとうございます、E さん、これできてんのかな、これ、うん、短いからね、あんまり意味ない、なかったな、アイロンかけれないから、アイロン確かにかけてないね、なんでアイロンかけなかったな、あの人アイロンでもちょっと頑張るっつってなかった、なんでアイロンやらないの、あいつちょっとでもできるじゃん、アイロン短くてもできるだろう、アイロン忘れてたんじゃない、アイロンかけてないで、アイロンやってた、アイロンしてた、あ、じゃあやってたんだわ、アイロンしてたんだ、いや熱い熱いって、あの頭のやつでしょ、頭のやつ、その後やってたんだ、うん、じゃあ俺忘れてたな、見てなかった、横も切りましたよ多分、いやまあまあ変わってないな、かっこよくなれなかった。かっこよくなりたい。全然かっこよくなれない。うん、で2000ナイス行ったら終わろうかな。展開ないし。うん、ね。もう十分遊んだでしょ。ね。十分いやもう終わろうよね、うん、何するの、することないじゃん、うん、いやモンジョリハウスなんか行ってもね、うん、やけどしなくて、ちょっと内装して待ってれば天下あるかも、ちょっと不発調査するか、ご飯行ったばっかりだしな、暇さえありゃ飯行こうっつって飯行ってるから太ってくんだよ、ブクブク、うん、おっと原田がペタマックスやるぜ、ペタマックス行くか原田の、おっとミニラもペタマックスやるぜ、ミニラもどうだ、うん、これちょっと原田さん応援しに行った方がいいんじゃない、これもうお湯入れてるよな、入れてないかまだ、うん、はいこんばんは、ドビバー行くなら、いや今日は行かない、うん、また歌舞伎町で何するの？
なんでそんなこと聞くの？ね、そういうのは気使って聞かないでよ。うん、俺もいろいろあるんだから。うん、あんた食えなかったよね。はい。でも最後まで頑張りましたよ。うん、あ、沖縄ね。松平健が沖縄行くんだって。だから年末向こう19度ぐらいらしいで。だから沖縄であったかいところで年明けてね、ちょっとリゾートみたいな、それもいいかなとは思う。ワンチャンね。沖縄でね、うん、上着いらないしね、 T シャツで過ごせるんじゃない、ワンちゃん、うん、ただまた揉めるからね、松平といると、うん、またトラブルなるで、うん、あんまりね、多分2日ぐらいが限界だと思うよ。2日ぐらいがあんまりね、1週間は無理だと思うね。いや、向こう行けば爆走芸できるで。爆走芸、うん、爆走芸ファンタスティックアリアンス、嘘でしょ。レイちゃん Thank you Thank you。レイちゃんどう思う？グエア会行った方がいいと思う？レイちゃん。30日から。グエア会。もちろん。で、またツイキャス版になったらどうすんの？もう来年は絶対ツイキャス力入れるで、絶対。今日みたいな配信も全部ツイキャスでやるよ。で、もう一個の携帯でラジオで、ナイスだけ回収するとかね、そういうやり方やる。だから、ペヤングの時ちょっとやったでしょ、同時配信。で、ちょっと手応えあったから、ちょっと同時配信やる。ちょっと、やってみる。あ、2000ナイスアレアンス。じゃあもう原田さん行くか？原田さんね。ああ、巻き添え版怖いよね。巻き込まれ版ね。ああ、2000ナイスアレアンス。怪しいな。まあ別にね、俺が今から女と遊びに行ったっていいよね。うん、俺が何しようがね、うん、それは俺の自由だよね、うん、サンタクロースセンキュー、あ、レイちゃんセンキュー、ありがとうね、レイちゃん、うん、でも変なことはしないで、うん、変なことはね、うん、上場したから、あれって株ってどうやって買うの？株ちょっと株ってどうやって買うの？株買おうかなと思って、ちょっと誰か詳しい人教えて DM で、うん、証券口座を開くとこからそれ難しいですか？うん、まず証券口座開いたらすぐ買える、ちょっと誰かやってもらわないとな。ネットで開けるんだ。ちょっと難しいからね。むずくない？ちょっと大体やり方をまとめて送ってほしい。DM で。目的の株を買うだけ。で、株を買うメリットって何かあるの？ふわっちが大きくなって株が上がれば儲かるってことだよね。
うん、簡単に言うと。でふわっちが景気が悪いと自分も損するってことだよね。うん、分からんで上がるかもしれないよ。うん、フミヤって株とか買ってるんだ。株主優待とか。これね、株を結構持ってたら忖度してくれるんじゃないかと思って。うん、で100万ぐらい買えばいいんじゃない。100万ぐらい。うん、それか、まあビビるなら、まあ30万ぐらいだね。少なすぎる。100万で。うん。2000年過ぎた。もうちょっとで終わるからね。ちょっと待ってね。うん、配信終わるからね。うん。うん、もう終わるからね。うん。辛い、電話しちゃダメですか？いいよ。しておいで。でちょっと尺伸ばすか。うん、電話のコーナーだから絶妙な尺にしないと。うん、2050のやつだね。電話しておいで。うん、ちょっと50ナイス分尺増やすわ。うん、ごめんね、はい、壊れと思ってた人。ワッチの売り上げ3月100億円じゃなかった？1ヶ月で。ありえるわけない、そんな、うん、そんなのね、うん、1年でそれぐらいじゃないの、わからんけど、うん、でリスナーさん勘違いしてると思うけど、俺あのふわっちで全部のトータルで億稼いでないからね。億稼いでると思ってる人、俺ですら億稼いでないんだよ。うん、全然億には程遠いですからね。うん、そんなもんですよ。うん、嘘だろ、これマジで本気で言ってる。うん、ちょっと養分が01億稼いだから、それ嘘だからね。うん、見せてよ、これはちょっと。配信実績って今まで一回見したことあるんだよ。ね。配信実績は何年ぐらい？ 2 年、2、3年前に見したことあるよね。うん。養分は確信つくときもあるけど、嘘つくときもある。うん、ね、早く電話してよ、あのよく分かんない子、チカちゃんだっけ？電話しておいで。うん、クリニックの患者さんでしょ？うん、全然電話してこないじゃん。名前なんだっけ？この子か。かけるね。あ、見つからない。俺かけてるわ。サムネとライン一緒。はい、どうしたの？ちょっと配信切ってね、ハウルから。え？うん、配信切ってね。うん。うん、どうしたの？もう携帯が、携帯が壊れかけちゃってさ、うん、ちょっとつながらない状態で iPad に、うん、あの全部あの過呼吸になりそう。では LINE も、あ、泣いたふりいいからどうしたのって。泣いたふりじゃないわ。泣いたふりじゃん。違うよ、一昨日ね、泣き止んだやないか。だから今
こっちからかけようとしても泣きやんどるやないか。 iPad の違う聞いてよしか携帯と iPad しか持ってないから携帯が壊れちゃってるからだから今探せなかったので iPad にiPad にさ聞いてないじゃん LINE の同期をして、うん、まあそんな話どうでもいいからどうしたの。でもちょっとお母さんが見つからなかったんだよ。うん、だから今また親に元母親に辛い目にあった。辛い目にあった、うん、だからさ、学校どういうに行けたりしちゃいけないんだ。何しかもこの家にいちゃいけないんだ。出てくるじゃん。おととい、もう聞いてまず消したから。でもほら消しちゃったら、しかもさ iPad しかないんだからさ、あのテロマさんの配信見ることもできないじゃん。見れとるやないか。見れてないじゃん。コメントしとったやないか。だから言ってるじゃん iPad だって。うん、iPad で見りゃいいやないか。こうやってさ話すことができなくなっちゃう。話せとるやないか。でもさかけてくれ。今一瞬でさ探してたんだよ。だ俺がかけるからいいやないか。ちょっと待って。何やお前。でさ泣いたふりしながら喋るなや。また泣きそうだけど泣かないよ。泣かないんだ。普通に喋れよ。うだうだなんか泣いたふりしながら。ちょっとあの配信見ながらに やりたいんだけど、どうすればいい。もうクソみたいなコメントしかないよ。本当見なくていいからどうしたのって言ってる。見ない方がいい。だまた親に、また母親に。で母親とのことで辛いんだったら何かされたの？それ具体的に話さないと分かんねえだろうが。出ました。何されたんだよ。その一部始終を今回はあのツイキャス上で映像に残しておきました。うん、あ残しといた。ツイキャス何？名前は。白星黒星。なんやにゃお前。ちょっとツイッター送ってこいお前。ツイッター連絡しろ今。泣いたふりで喋んじゃねえよお前。だってチカのお誕生日12月9日だったけどツイッターで。あ？誕生日だったけど何？くれたから知ってると思った。だ知らねえよお前のことなんだよ。アーカイブどれ？何日？くれたもん。どれか、お母さんとの揉め事。そうだよ、くれたもん。何をくれたの？何？ちかが、ツイッターで、お誕生日だとツイッターでさ、